フェルディナンド・リンドハイマー。フェルディナント・ヤーコブ・リンドハイマーは、ドイツ生まれの植物学者である。アメリカ合衆国の開拓時代のテキサス州で、働いた。フランクフルトの裕福な商人の家に生まれた。地元の高校では後に、アメリカ合衆国に渡り、植物学者として有名になるジョージ・エンゲルマンの友人となり、友人たちと植物観察を行った。 ビースバーデンやイエナヤボンの大学で法律と哲学を学んだ後、フランクフルトに戻り、ゲオルク文前の私立学校で文学と言語学を教えた。1830年代の初めから政治的な活動を行った。1833年に学生集団らによる反乱事件が失敗した結果、多くの自由主義的なドイツの知識人がアメリカに移住し、 これらの人々はアメリカでドリシジャーと呼ばれる。リンドハイマーも文前と共にアメリカに移住した。イリノイ州ベルビルから多くの亡命者と合流し、船と徒歩でメキシコのベラクルス州まで旅し、ドイツ人入植地の農園の管理人として働き、16ヶ月を過ごし、現地の植物や昆虫を収集した。1836年にメキシコから テキサスの独立を求めるテキサス革命が起きたのを知り、すぐにニューオーリンズに向かい、ロバートソン・ジェローム・ボナパルト・ロバートソンの率いるケンタッキー義勇軍に参加するが、この隊はメキシコ軍に勝利したサンジャシンとの戦いには間に合わなかった。その後、ヒューストン近くの農園で働くが、セントルイスで医師として働き、植物学者としても知られるようになっていたジョージ・エンゲルマンとの間で、 テキサスの植物を収集する仕事を引き受け、単身、馬車で2頭の猟犬とアラ野での植物採集を行った。ルイス・シー・エベンベールグやロザリア・クレイバーグらの植物コレクターのためにも植物を収集した。テキサスへのドイツ人の入植を行っていた教会、アーデルス・フェラインの支配人と知り合い、1844年にニューブローンフェルズなどに住んだ。9年間にわたって、 テキサスの植物収集に十字四百余りの新種植物を発見した。菊ク科の俗名、リンドホーイーマラやサボテン科の種、オプンティア・イングルマニーなどの植物にリンドハイマーの名前が付けられている。世界中の研究機関にリンドハイマーの採集した標本が残されている。ナミヘビ科の動物の種、エラフェアブセリタ・リンドハイマー愛も発見し、 リンドハイマーの名前が付けられている。植物採集の仕事を辞めた後、1852年にドイツ語の新聞ネウ、ブラウンフェルサー・ツァイトゥングを設立し、その後の20年間を編集者として働いた。この新聞は第一次世界大戦が始まるまで刊行が続けられた。リンドは植物の学名で命名者を示す場合に、フェルディナント・リンドハイマーを示すのに使われる。 ありがとうございます。